本山白雲昭和27年2月18日は日本の彫刻家。高知市桂浜で悠然と太平洋の彼方を望んで立つ坂本龍馬の巨大な銅像は白雲の代表作である。本名は元山立吉で白雲和外号。長祖はみで土佐のミケランジェロと呼ばれた。本山白雲作の坂本龍馬の 銅像元山白雲作の山内和豊の銅像元山白雲作の板垣大輔の銅像、明治4年、達吉は土佐国旗群スクモ村ど以下の侍屋敷に次男として生まれる。父、元山修玄部は土佐半河楼でスクモ7000国の領主、伊賀家に仕えていた。本参加は、かつて長祖壁氏とも争った家柄であったが、明治維新の後家録を奉還し、 生活は極めて貧困であった。幼少時、家の近くの城山墓地の地蔵堂で遊び、地蔵堂にある多くの地蔵の表情がそれぞれ違うことに気づき、立体造形に興味を持つ。美術の勉学を志すが、明治18年に、スクモ小学校高等科を卒業後、逼迫した家計を助けるため、郷里スクモで小学校の代用教員として、奉職した。 しかし美術への思いを立ちがたく、明治21年6月24日、夜半、意を決して、自ら蓄財10円を買い中に家出して、大阪へ向かう。大阪で町村の主たるべき人を探したが、成果のないまま虚しく1ヶ月が過ぎて所持金を3円となり、自失していた折、母の知人に会い、かつての給料主、伊賀家を頼って上京することを勧められる。 ロギンが乏しいので東海道を歩いて上京し、九州の伊賀家を訪ねた。伊賀家十二代目当主の伊賀市政の推薦により、当時東京美術学校の主任教授であった彫刻家、高村幸運の門弟となる。幸運は、達吉の才能を知り、美術学校で調査を基礎から学ぶことを進めた。明治23年7月、スク出身の岩村道俊の援助を得て、 東京美術学校彫刻本科に入学。在学中、市の高村幸運の助手として、オークス構造や、西郷高森像の木型制作に携わった。明治27年、東京美術学校を卒業の際、前代未聞の実技100点の成績を収め、そのまま同校の講師として奉職する。この頃、高村幸運から、雲の一児をもらい、白雲と合した。 しかし、イタリア帰りの長沼主計に、西洋調査を学ぶ中で銅像を専門とするようになっていく。このことは、死の幸運との関係にも微妙な影を落とした。明治28年、岩村道俊が、本邦古今偉人結守の銅像建立を計画し、白雲は招聘されてその銅像制作の主任となるべく、在職早々にして、東京美術学校を辞任する。 明治32年、板垣大輔等の首相によって、古後藤昌二郎の銅像建立の検証点があり、一条二尺の立像彫刻の模型を制作しに優先する。後藤昌二郎像は、東京の芝公園に建立され、その技術の成功さは、世の好評を博した。明治36年、品川矢二郎像の原型を制作。明治38年、海軍省で、 最後を継ぐ道、河村住義の銅像建設の権威があり、数十人の彫刻家に技を競わせたところ、白雲が一位となり、銅像の原型制作を任された。維新の元君の銅像で、彼の手にかからなかったものは、ほとんどないと言われ、その作品数は混流された銅像だけでも40体。以上、その他の作品は、全国各地に300体以上に及ぶという。当時、 その成功なる技術は驚くべきものあり。今や、司会の大家にして、東大稀に見る芸術語りと呼ばれたにもかかわらず、その後の第二次世界大戦時に、多くの銅像が金属教室で撤去された。昭和19年、白山は、明治の元君たちの石膏原型を、自らの手で全て叩き割り、防空壕の傍らに穴を掘って埋めたという。昭和27年2月18日、 東京世田谷で死去。去年82、少も私立少も歴史館、少も人物史少も私立少も歴史館、少も人物史。ありがとうございます。